はい、どうもゆっきーです。今日はですね、かねてより、やろうと思っていたミステリーザリガニの、こちら、水槽をですね、新しくレイアウトしてみよう、みたいな感じですね。はい。エアーポンプとかをね、導入してですね、水深をね、今この半分ぐらい、水槽の今半分ぐらい入ってるんですが、これを大体、こんぐらいまで上げようかと。で、その、ね、エアポンプとかを、入れると。ね。で、あと砂利とかもね、一新しようかなと思います。現在はですね、このミステリーザリガニちゃん、今3匹いるんですが、だいぶね、大きくなりまして、かなりでかくなったんですが、それに伴ってね、ちょっとね、いろいろと、導入していこうと思います。そして、まず、導入するのが、こちら。じゃん。ペット工房の、というメーカーの、フレッシュサンド大砂利、大磯砂。これは砂利です。まずこれをね、綺麗に、まず洗っていこうかと思います。よし。とりあえず、砂はね、洗い終わりました。ので、こちら。こちらに、避難させます。ザリガニを。ザリちゃんは避難ですね。あれザリガニ2匹しかいねえんだけど。あれちょっと待って。もしかして1匹死んだ？ちょっと待て。1匹死んだ？まさか。まさかの1匹死んだパターン。水草の中に隠れてる可能性もある。ちょっと、捜索します。ザリくん。2匹しかいない。なんかね、ずーっとね、1匹か2匹しかね、結構藻が多いんで、藻が多くて、どこにいるかよく分かってなかったんですよね。あれ？結構隠れる場所が多くて、そのせいか1匹か2匹ぐらいしか、僕として認識できてなかったっていう。この中に隠れてる。いや、いないな。もしかして、ザリガニ1匹死んだかもしれんな。知らない間に1匹死んでー。可能性が。うわ、マジか。マジっすか。ザリちゃん。ザリちゃん。一匹死んじゃったわ。なんという。確かに1匹か2匹しかずっと見てないなぁと思って、3匹見てなかったんだよ。まあ、この2匹のザリガニなんですが、かなりね、大きく なりました。こちら。まあ、大きくなりましたって言ってもね、よくわかんないと思うんですけどね。まあ、飼育始めてからね、だいぶね、色がついてね、茶色くなってきました。茶色くなってきたっていうか、ちょっと緑っぽい茶色みたいな感じ。色合いとして。ちょっと緑がかってる茶色みたいな感じですかね。だいぶね、ミステリークレイフィッシュっぽいね、色合いになってきたんですよ。何回か多分ね、脱皮して、だいたい同じぐらいの大きさ。今何センチかちょっと測ってみましょうか。だいたいですけどね。だいたい大きさとしては、2センチですね。2センチです。初期、飼い始めてから、体長 1.5 センチぐらいだったんですよ。1センチから 1.5 センチぐらいだったんですけど、まあ2センチに成長しましたね。かなりでかくなりました。倍ぐらいになりました。そしてですね、アサリ。10匹入れといたアサリだかシジミだか忘れましたけど、あいつらは、誰かのご教授通りですね、コメントいただいたんですが、餌ないと死にますよって書いてあったんですけどね、死んでました。だがしかし、その、死骸はこいつらが全部平らげてくれたみたいなんで、なくなってましたね。こう、パカーってね、アサリがね、口開いて死んだんですよ。で、ずーっと見てたんですけどね、中身がなくなってたんですよ。中身がほぼ綺麗さっぱりね、消滅してるんで、こいつら食ったと思いますね。まあ、いい餌になったんではないでしょうかね。うん。ということで、水替えをね、再開していきたいと思います。よっしょ。あれ？お前どこにいた？一匹死んだと思って生きてた。今からさ、水捨てようとしたときに、生きてましたね。びっくり、あぶねえ。まさかの生きてたパターン。どこ？今、茶色い。明らかにでかいやつが。あれ、どこ行った？あれ？隠れてやがったな。おい。どこだ？ん？いた！卵の殻に隠れてやがった。こいつ。あ、でけえ。こいつ一番でけえかもしんねえ。あぶねえ！あぶねえ、あぶねえ、マジで。本当に危ない。普通に捨てるとこだった。あぶねえ、マジで嫌がった。あ、でっか！こいつ一番でかい。2.5 センチぐらいあるわ。うん。2.5 センチぐらいあるやついるわ、一匹。一番でけえ。見逃すとかだった。あぶねえ。一番色も濃いですね。このさ、ここにいるやつ。こいつね。ほら。一番色濃いでしょ、こいつ。この今、右の方にいるやつね。一番でかい。これ。こいつ。ね。一番色も濃いです。あぶねあぶね。3匹生存ですね。よし、そうしましたら、砂利を敷き、これね、砂利2キロなんですけど、まあ、こんぐらいのケースだったら十分でしょう。おそらく。ちょっとこれ、ちょっとね、置いて。で、これね、砂利敷きます。砂利をこれ全部敷きましょう。まあ、2キロ全部入れても問題ないかな。そんなにいらない気もするんだよ。あ、砂利がこぼれた。いらない気もする。まあでも砂利はあれですからね。バクテリアの繁殖の温床の場所になるから、まあそこそこ入れといてもいいんじゃないですか。全部2キロ入れても良さそうだね。全部入れとこう。もったいねこんな感じで。あ、そうだ。忘れてた。これね、軽き抜き。軽き抜き、これ水道水で洗ったんで、まあ一応ね、軽き抜き、これダイソーじゃねえや。これセリアで買ったさ、軽き抜きなんだけど、全然十分ですね。セリアでもバンバン使えます。これをここに入れて、あと水ちょっと入れて、攪拌して、で、水捨ててって感じで、まあ、これ水道水のあれだから、まあ一応そんなことをした方がいいかな。まあ一応ね、一応そんなことをしときます。はい。ああ、それと一つ間違ったことがある。そうだ、飼育水全部捨てちゃったんだ。飼育水全部捨てたんだった。やべえな。全部捨てるとやべえんだよな。しまった。飼育水全部捨てちった。飼育のさっき飼ってた水、あれをこの中に本来入れるべきなんですけど、全部捨てちゃった。そういえば。やらかした。まずいな。どうしよう。飼育水全部捨てちゃったらまずいな。これはまずいな。水を一気に交換すると死んじゃうんですよ。なので、しばらくちょっと点滴法で、あれやな。点滴法で、やらかしたね。完全にやらかしたね。うん。今のところ、飼育水が残ってんのこれしかないんですよ。これ。100cc か 200cc ぐらいしかない。ということは、ここに点滴法で、ある程度ちょっと点滴して、水かた増えたら、こっちに移し替える感じで、やった方がいいですね。うん。やらかしました。完全にやらかした。あ、そういや、皆さんにお伝えしてなかったですけど、点滴法用のね、Amazon で、なんか点滴法の、やつあるんですよ。専用のね。なんか、こういうなんかチューブのやつ。この白いチューブのやつが、これ点滴法のやつ。これだけで、点滴法ができるんで、こう、ピチャン、ピチャンってこう、1秒にだいたい1回、一滴、もしくは2秒に1滴とかね、調節できるんですよ、これ。ここにフックがついてるんで、こうか。ここにフックがついてて、自分でこう、回すと、ね、調節できるやつ。これでね、まあ調節する。で、あとこっちは水替え用の、これ、プロポンプだったっけ？なんか超有名らしいですね。水替え用のプロポンプってやつも買いましたね。買ったんで。Amazon で売ってました。あ、プロホースだ。プロホースってやつ。あ、すっげえ有名らしいですね。うん。アクアリウム界で知らない人間はいないっていうぐらい、有名みたいですね。で、まあ、適当にこいつをですね。まあ、これは、まあ、とりあえず、残しといて、で、あとこれ水草入れちゃいますか。水草をね、ちょっとね、適当にね、入れていきましょう。アナカリス。アナカリス。ちょっとあれだな、土がついてる。アナカリスちゃん、ちょっと土がついてる。でね、そう。水草もね、実は別のやつ買ったんですよ。アナカリスと、あとこれ何もだっけ？マダモじゃねえ。マガモじゃないし、なんだっけ？マなんとかもってやつ。あれなんとかもだって。それ買いましたね。まあ、それじゃなくて、もう一つ。つい最近届いたんですけど、なんて名前だったっけな。こちらね。こちらヤフオクで700円ぐらいで買いました。50g 入り。これは何もですかね？わかりません。忘れました。これなんとかもっていうやつ。これがね、すげえね。うまいらしい。うまいらしいというか。うまいらしいです。ね、なんだっけ。南ヌバエビの餌にもなるらしいんで、これ買いました。南ちゃんのね、餌にもなる。ということで、これ適当にこれ、あ、こいつら入れといて。これ何語だっけ？マリモじゃねえしな。あ、これも入れとこう。でね、あとマジックリーフも買おうかななんて思ってるんですよ。これはただの、そこら辺から拾ってきた、落ち葉なんですけど、マジックリーフっていうのがあって、餌になると。餌になる。マジックリーフっていうのは葉っぱなんですけど、高いんですよね。1枚200円とか300円ぐらいするんですよ。まあ、あれのマジックリーフってやつの効果なんですけど、確か、どっかの、外国産の落ち葉なんですけど、値段がね、高い理由があって、確か、なんか色をね、すごい黒くして、なんか黒くしてくれるんですよね。この水の色をすげえ着色するんですけど、それによって、なんか病気が治ったりとかなんかするらしいという話は聞いたことある。そして、ああ、これがついに来る時が来た。今回の目玉、こちら。流木です。こちら Amazon で買いました。こちらね。安かったです。1個これ300円ぐらいです。でね、なぜかね、1個購入したはずなんですけど、これヤマダ電機で買ったんで、ヤマダ電機じゃねえや。ヨドバシカメラの、あれで買ったんですよ。そしたらね、何個ね、なんとね、4個、違う、5個届いたんだったっけな。俺1個しか注文してないのに5個届いたんですよ。まあ僕もらいましたけど。まあでも5個もいらねえんだよな、完全に。なんか5個届いたんですよ。こんなでかいやつ。これ5個。と思って。あれ俺こんな巨大な箱のやつ届いた、頼んだっけなと思って中見たら5個入ってんの。なんだけど。みたいな。でね、いい感じにこれね、空洞が開いててね。なかなかいい感じにね、空洞が開いてらっしゃる。いい感じの、隠れ家になるんで、いいですね。まあ、こんなもん適当でいいんだよ。俺はもう適当主義だから。基本的に。適当主義だからこんなもんどうでもいいんだけど。こんなもんでいいな。まあでもぶっちゃけよく考えてみるとあれだよな。こんなに水草いらねえんだよな。アナカリスもこんなにいらないんですよね。こんなにさ、アナカリスちゃんもこれいらないんじゃん。すごいじゃん。こんなにいらねえやんな、確かに。1、2本で多分十分だと思う。そんな食わへんし。掃除するとき邪魔になんねん、この水草。もうんなすぐ。めちゃくちゃ邪魔になるから。ひね。あとはエアーポンプ。てかフィルターですね。フィルターも導入するので。せめえなぁ。実にせめえなぁ。こんなにいらないだろ、絶対。水草、この、これなんだっけ？マダモ？マガモ？マデ、マ、マなんとかもってやつ。これいらんだよ。邪魔やで。ただ。ただな。くそ邪魔な。1本ぐらいでいいな。減らすか。もう1本、もうアナカリスも1本でいいわ、これ。アナカリス1本にこの、マダモ。これ1本でいいわ。1本1本ぐらいでいいわ。そんな食わんて。こんなに大量にあってもな。邪魔くせえだけ。こんなにいらんわ。これは捨てましょう。で、フィルターね。今回の目玉、フィルターですよ。フィルターを導入するので、フィルターね。どこ行ったっけ？フィルター君、フィルター君。あった。これね、水作の8コア。結構でけえな。まあ、これを適当なところに導入する前に、これ一回水洗いしなきゃいけないらしいですね。適当にこれ水洗いして、で、どこに設置するかな。設置場所。こうやって、こうやって。うわぁ、設置場所が全然ねえ。ここら辺に設置しようか。こうやってここに設置しようか。ここに設置するとして、これ邪魔だから、こっちやって。で、同時に買っておいた。確か、Amazon だっけ？デラックスチューブ。というね、チューブをこれは須藤のやつですね。須藤も有名ですね。三大アクアリウム会社須藤となんだ水作とあとテトラあたりか。あ、やわっけ、これ。すっげえ柔らかい。すんげえやわ、めちゃくちゃやわっこい。これをまあ、ここに設置してと。刺して。よし。で、まあ、ここに設置すると。結構でかいですね。まあ、こんな感じですかね。こんな感じにしてと。あとはもう、ほぼできたね。うん。ほぼ出来上がりです。あと、あれも、追加、エビ南ヌバエビもこの水槽の中に入れる予定なので、うん。まあ、導入するときはまたね、録画したいと思いますけど。はい。まあ、あとちょっとレイアウトして、適当レイアウトしてと、こんなもんかな。超適当レイアウト。完成ですね。これであとは水を入れて、うん。で、あと点滴表であいつらのところに水をピュッ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 と入れて、で、慣れさせた後に投入する。こんな感じです。完璧。まあ、とりあえず今日のところはここら辺で、ね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。